はい、こんにちは。今回はゴールデンウィークということでですね、まあね、もう5日目かな、ゴールデンウィークで、だいぶもう後半戦にあるところなんですけど、今日はね、千葉茨城方面の方に軽くツーリングに行こうかなと思います。目的地としては千葉県の香取市のサハラの街並みってやつを今日は見に行こうかなと思います。街が古民家というか、まあ、江戸時代の感じの街並みになってるらしいので、なかなか写真映えしそうなスポットかなということで、今回はちょっと行ってみようかなと思います。一応観光スポットでもあると思うので、やっぱりね、連休だから混んでるかもしれないんですが、ちょっと今日は遊びに行ってみようかなと思います。ゴールデンウィークもね、長くて、今年は長い人で10連休、まあ私も今年は、まあ転職してね、だいぶ休みが増えたので私も10連休なんですが、まあ連休が長くてもね、前半はちょっと天気が悪かったり、結構ね雨の日が続いたんで、やっと終日晴れの日がね出てきたんで、今回はやっとバイクに乗れるって感じですね。なんだろう、カメラつけてるとやっぱ手振ってくれたりするよね。もうこの辺か、結構車いるな。人多いな。ダメだ、人混みすぎてバイク止めらんないわ。ちょっと思った以上にかなり混雑してたんで、目的地変更します。あれじゃ写真撮れないし、全然楽しめなさそうなんで、一旦どっか広いところに避難して次どこ行くか考えようかなと思います。せっかくサワラ来たのに、さすがゴールデンウィークですよ。人が多すぎてバイクすら止められないんで、さすがに今回は断念しました。またちょっとね、ちょっと連休以外の日とかじゃないとあそこで撮影するのは難しそうですね。なのでちょっとね、目的地変更してちょっと霞ヶ浦の公園の方にでも行ってみようかなと思います。さあ、とりあえず目的地の公園に着いたかな。ここらしいんだが、ああ広いね。よいしょ。
はい、ということで今日は佐原の街並みで写真を撮りたかったんですけど、やっぱりねゴールデンウィークなんで人が多すぎて急遽ね今回は霞ヶ浦までフラッと来ました。やっぱり大型連休とかはね前もって計画的にツーリング考えないとこういうこともあるんでなかなか難しいですね。せっかくね今日一眼レフカメラも持ってきたんだけど写真も撮れなかったし、なんかちょっと微妙なツーリングになっちゃいました。まあたまにはこういうこともあるということで、まあね天気のいい日にバイクに乗れたんでよしとしましょう。ということでね今回の動画はここまでになります。今後もいろんなねツーリングの動画配信してきますので、チャンネル登録と、グッドボタン、よろしくお願いいたします。また各 SNS ブログもやっておりますので、そちらのフォローの方もよろしくお願いいたします。それでは今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。